あの近頃のニュースで話題になったんですけども、うん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 、オリンピック候補のスノーボードの若手選手、うん、2人の選手が海外でタイマーを吸っちゃって、うんうんうんその結果、まあ、処分を受けることになったと。ほう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 。でオリンピックはまあ当然出られませんと。ほう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 。でその連盟ですかね、うん、の公認の日本の大会、うんうん、海外の大会で、うん、出られない、うんうんうん、まあ妥当っちゃ妥当なような気もするんですけど、うん、ただその連盟の絡んでない海外の試合には出られる。だからやらせてもらっていいから。なるほどね。まあそのニュースよりも、はい、女性2人の喋り声の方が気になってしょうがないんですけど。ちょっと待ってくださいよ。これ15分続かないんじゃないですか。いやむしろあの2人の話が聞きたいですね。今いやこのスマホ持ってから追いかけていきますか。あ、追いかけていきますか。何か喋ってましたね。結構綺麗に多分録音されてると思いますけど、もうあなたのあの解説とか全部消えてますよね。がっつり入ってますかね、うん、これね。でもそのまあニュースね、僕いやそのニュースあれなんかちょっと見てないですね。それはまあでそれが結局どうなったんですか。それはこれ結局まあ、うん、結局海外の大金のかかった、はいはいはい、その連盟ですかね、そこれかからんでないようなら出られるらしいんですよ。おなぜなんでしょう。なんでへえ、ほうほう、処分としてちょっとおかしいと思いません。おかしいですね。タイマーですか。タイマーって言ったら、ほうほうほう、ちょっと調べたら、あてか普通逮捕されるって思うじゃないですか。いや、恐されますよ、そんなもの、うん、でしょ、うん、大麻とでも覚醒剤って扱いが違う、うん、同じ麻薬なのにらしいんですよ。ほうほうほう。うちら同等と考えてるじゃないですか。いや、だから、まあ、やったこともないのはもちろんだし、うんうんうん、いや、いまいちその違いがピンときてないですね。大麻なんですけど、うんうん、実際調べてみたら、ほうほうほう、タバコよりも害が少ない、うん、あ、それは聞いたことある。マリファナ、マリファナね、うん、それは聞いたことある。タバコより害は少ない、常習性がないとか聞いたことある。そう、うん、らしいんですよ。だから海外ではまあ認められてるし、なんかある、いやだから国とかでもある国の一部の地域は普通に売ってたりするもんね。ですですです、うん、むしろ許可がいらないんですよ。営業許可、うんうんうん、いらずにも普通に使えると、うんうん、そういうカフェもあったりなんかするぐらい、うんうんうん、で、あの癌の治療薬でも医療用タイマーっていうらしいんですよ。あ、医療用タイマー、はい、そういうのもあるぐらいのものらしいんですよ、うん、なるほどね。だから覚醒剤とは明らかに一線を画すものほう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 らしいんですよね。はい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 。日本じゃねえイコールになってるじゃないですか。日本だとタイマーやってたらもうアウトじゃないですか。いや、それがですね、うん、タイマーの使用は処罰じゃないんですよ、うん、ほうほうほう。所持、それから譲渡したり、うん、いうのはダメです、うん、使用自体はいいの。いいっていうのは背景があって、ほうほうほう、これ実際我々が普通に使ってる調味料の中にも、うん、元々をたどれば大麻っていうのがあるんですよ。あ、調味料の中に入ってる、うん、何だと思います。調味料って何、お醤油とかってことですか。まあ大体そういう感じで、そのラインに並んでるやつ、はい、大麻が入ってる調味料がある。まあ元をたどれば大麻草から取れる、大麻草から取れる調味料といえば、調味料、うん、調味料、マジで分かんないやつですねこれ。あいさん、マジボケるつもりない。ボケるつもりはないですよ。ブルドックソースぐらい言ってほしかったですね。ああ何ですかね、青じそポン酢。もうタイマーじゃない、青じそポン酢にタイマー入ってたらえらいことやけどね。七味唐辛子。あ、なるほど。あれ、乾燥させてね、ほうほう、原料になってるですよ。はははは。タイマーも全部がその有害というわけではありませんから、はいはいはい、まあ、使える部分使えない部分っていうのはあるわけですよね。だからそういう部分で使ったりだとか、あと締め縄のところにね、うん、使ったり、締め縄でなんか、うん、部品というかね。あ、部品に使うんや、はい、みかんではない。みかんではないはず、ほう、はい、そういうのがあるので、使ってることは使ってる。え、七味唐辛子の何番目なんですか。え？何番目って言うの。七味って言うてるから何番目かでしょ、そのタイマーが。いや、まあだから結構
いいところじゃないですか。あの、取り前ぐらいに上がる美味しいポジションじゃないですか。出順としては。出順としてはそれぐらいのポジションは。一番客が集中できてるところ、ね。そう、そこぐらい美味しいポジションですよ。だからそこにあるから集中力も高まる。タイマーみたいなね。なるほど。マリファナ的なね。マリファナ的な。非常に美味しいポジションですよ。普通には使われてるんだ。実際ね、摂取してる可能性あるってことですね。そうそう、どっかで知らず知らずのうちに、うん、まあ、作ってる人がその、うん、吸ってる可能性もあるのではないかということで、あえて塩は入ってないと。ただただでも日本でやっぱりね、うん、だからっつって使ったらそれはダメですよ、うん、まず譲り受けずに使うこともできませんから。そうだね、そういうことは、まあ、まず無理ですけれど、自分で栽培とかするのもあかんでしょうしね。ああそう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 、そう、ね、あれももちろんダメです、ダメです。だから結局のところ、手に入れるには誰かにもらうしかないからダンプアウトって。アウト、アウト、どの道アウト、どの道アウト、うん、でもイコールって考えてるのはちょっとおかしいですよと。うん、それはまあ知らんよね、みんな。確かにね、常習性はないわけですからね。だからまあ今ね、ちょうど僕らがこう外で録音してますけど、はい、ちょうど目の前にあの喫煙所がありますけど ね、まあ、みんな いっぱい女の人もいるし、ね、いろんな年齢層の人がタバコ吸ってますけど、あの僕もまあ昔吸ってた人間なんで。え、あ、そうなんですか。うん、分かる。全くじゃないですか。ずっと吸ってましたよ。31歳まで吸ってましたよ。おらおら、ずっと。あ、じゃあ前座きっかけでやめたってことですか。前座の前ぐらいかな、たまたまね。うん、それまでも何回もタバコやめようとしてチャレンジしたんです。ニコチン、まあ、ガムとか試したけど結局やめれずに、うん、で最終的にね、なんでやめれたかっていうのは、うん、やっぱりね、体調が悪くなったんですね。あ、うん、へえ、体調が悪くなった。吸ってて、それでもう吸えなくなったんですね。ああ、やっぱニコチンですね。うん、具合が悪くなってやめたんですよ。へえ、実際患ったんですか。いや、まあ喉がおかしくなって。あ、うん、そうな、えらいことになっちゃったな。だからやめましたよ。でまあね、やっぱりね、あのタバコをね、吸ってる時は本当辛かったですね。吸ってる時が辛い。吸ってる時が辛かった。なんか僕、うん、タバコ吸ってる人ってみんなちょっと寂しそうに吸う感じがすごい嫌なんですよね。うん、寂しそうに吸う、確かに。なんか遠く見ながらね、なんかね、うんうん、あの目がなんとも言えないですけどね。でどん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 ね、タバコのイメージがね、悪くなってきてるから、うん、本人たちもやめたいけどやめられん。もう昔はね、タバコの CM がずっと普通にあったからね、流れてましたね、うん、映画館でも流れてたし、はいはいはい、はい、だからなんかタバコは、うん、いいものだっていう思われてたからね。ああ、嗜好品みたいな。いや、もともとはあれやが、インディアンの、あの要するにタバコってなんていうかな、その薬やったからね。へえ、うん、薬なんですか。そうそう、薬やった。タバコってあれ葉っぱを燃やして、うん、だから何やったらタバコがそれこそ普通に日本でもね、まあもちろん昔から売られてるけど、うんうん、あの体にいいと思われたから、ほんまに。あ、そういう時期があった、ね、あった時期があったの。でも結局はいろいろと調べて、うん、まあ悪いってことは分かったけども、まあ、そこまで悪くないのに、うん、いろんな、あ、まあ、陰謀がここもあるわけですよ、うん、まあ、いろいろ調べたら出てくると思うけど、うん、うん、もうタバコ会社を潰してやろうみたいな、はいはいはい、そっからタバコがどれだけ悪いかをでっち上げてるっていう、うん、うん、状態ですね。胃がんとかの肺がんの死因がタバコであるって。でもそうじゃないんですよ。一番の原因はタバコじゃないのに、タバコの原因もあるだけですからね。あれもそうなんですか、うん、タバコは直接の原因じゃないんですか。タバコの原因の時もあるけど、うんうん、なんか全てをタバコのせいにしてしまってると。本当の情報ではないと、うん、だからやっぱりね、やっぱりそれでももう僕だって一時期カタコナに吸ってましたけどね。あ、もう俺はやめへん、体に悪いわけがないと、うん、最後体調悪くなってやめたから、やっぱ悪いね。悪いよね。結局そうやね。ほんまに悪かったっていうね。度が過ぎるとね。それは悪かったんですよ。固くなり。うん。確かにね。でも面倒くさいのよ、タバコ吸ってると。結局タバコ吸ってるとタバコ吸う場所探すから。今本当にないですもんね。ないよ。もうだからもう例えばもうこの辺とかで喫煙所なんか多分ここぐらいしかないと思うよ。駅にもないし。うわー、大変なことですね。わざわざここまで吸いに来ると思うね。ここまで吸いに来てくる途中に、うん、もう 吸いたくなくならへんのかっていうかね。あ、もうそのね、バイタリティがね、もうすごいエネルギーでここまで吸いに来てますからね、皆さん。いやでも、うんこと一緒じゃないですか。あ、もう
トイレしたくてしょうがない。あ、もうしょうがない。それしか考えられないと。そうかそうか、もう途中でいいわってならないし。ならない。確かにね。お漏らしとるよ。確かにね。うんこ行きたいのに、まあええわとはならへんわね。ならない。どんなに遠くでも、うん、どんだけビルの上でも行くもんね。それぐらいの情熱があるんじゃないですか、みたいな。そうかそうか。もう、タバコ。もう無理、無理なんや。もうやめることは無理なんや。無理じゃないですかね。いや、やっぱりそうなる。まあだって俺だってそうやったからね。それはもう何としてでも吸いたいわけですよ。タバコ。もう何のねえ、お金だってねかかるわけですよ、ね。お金もかかるよ。なんだね。1日に1箱、2箱吸うてたよね、確かに。うわ。うん。それだけでもね、牛丼2杯分ぐらいになるわけでしょ。ほんでタバコ吸うてる時に、タバコ吸うてる人がお金がなくなった時、お金がほとんどない時に、もうこれほとんど全員が同じ答えを言うんだけど、もう手元にもう300円ぐらいしか残ってないと、タバコを買うか、その食べ物を買うかと、もうタバコを買うのよ。マジっすか。そう、タバコを買うね。もうこれ多分喫煙者ほとんどが答える、タバコって答える。でやっぱ一つはタバコを吸うと空腹感が紛れるから。タバコで？タバコで紛れるんですよ。そう、これも村上春樹のね、ノルウェーの森の中でもありましたけど、その出てくるあのセブンスター吸う女の人がやっぱ言ってましたけどね、うん、この空腹感が紛れるのよ。例えば焼き芋、芋ね、芋買ってそれ焼き芋にして、煙をこう吸って、ほうほうほう、煙を満たして食を満たすみたいな。ああ、なるほど。匂い、匂いね、食べた気になると。なるみたいな。あ、まあでもそういうのに近いという、なんかその煙がなんかあるんかもしれないね。煙自体、煙自体に何かがこう、膨張させるみたいな何か。ああ、肺ですよね、でもね。なんかあるんじゃないですか。腸の方にはないんですよね、そんなね。だからね、タバコってね、よくさ、定食屋とかでもそうやけど、あのご飯食べる前に吸ってる人いるじゃないですか。ありますね、待ってる間とか、あれが無理やねんな。お、どういうことですか。今からご飯食べるのにタバコ吸おうと思われへん。ご飯食べる前にタバコって、タバコの味してまうやん、ご飯が。もうそ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 う、それが嫌やから。ある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 。だから絶対その食前に吸う気持ちが分かれへんの、俺は。タバコに限らず、隣になんか匂いのきつい人座ったら、もうラーメンの味なくなっちゃいますよね。香水とかもそうや。香水もそう。救急箱の匂いのするおじさんが隣に座ってます、ね、最悪です。救急箱なんや。何を、救急箱です。完全にもう職業医者でしょ、それ。そう、そんなもん。医者じゃないですか、医者ですかね。医者っぽくなかったですよ。結構な医者ですよ。競馬場にいるような感じの救急箱です。競馬場で怪我したんや。大井の救急箱って言われてるような人物。落馬したんや。落馬した。むしろ乗ってる人。乗ってる人なんや。救急箱の匂いが。食のイメージじゃないっすよ。食べてる時にそのね、香水ね、確かに腹立つな。ちょっとつけすぎもマナー違反ですよね。うん、あれもね。まだでもさ、食べてる時なんてのは時間にして知れてるじゃん。食べ終わったら帰ったらええよ、こっちも。乗り物、それこそ夜行バスとかさ、はいはいはい、まあ新幹線でもさやけど、いや横にそんなやつおったら悲惨ですよ。どうしようもないなんでこの席になってもうたんやみたいな。だからもう例えば何時間、何十時間かかる海外に行くときにさ、横で香水のやついたら地獄じゃないですか、それ。ああ、もう嫌だね。てか横じゃなくても、もう多分同じその車両というか、近くにいるだけでも無理でしょ。だからそういうのをなんで規制できひんのかね、その。ゲートでわかるやろ、そんなもん。どうなんすかね。なんかね、匂い消しみたいなもんとかないんですかという。もうまあ、ほんま俺食べ物だけでも腹立つもん、横にいるだけで。ちょっとね、それはダメだね、ほんと。やっぱ匂い、ね、鼻から吸ってこう、匂いも味わいのうちですからね、美味しいって感じるね。なんでね、香水ってつけるんですかね。もともとあれでしょ、あの風呂入らない習慣があったところから。あ、外国ですか、フランスとか。そうかね、日本の昔の王侯もそうです、平安時代もね。はい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 、はい、その時代から来てるってやつでしょ。で風呂もみんな入る現在、香水を振りまいて、ね、それが余計実は嫌なようになってるという。僕ね、あのね、香水の中でもね、よく名前とか知らないですけど、何かある香水の匂いを嗅ぐと、とてつもなく落ち込むんですよ、なんか。なんかその俺がテンションが下がる匂いってあんねん、なんか。でその匂いは結構いろんな人がつけてるよ。
香水結構つけてる、あ、男の人でつけてる人が多い。それ今度その人引っ張ってきましょう。そうそう、ここ俺落ち込むね、その匂いなんか知らんけど。だから俺多分ね、幼少期に何かあったんちゃうかなって それにその匂いで何かトラウマがあるんちゃうかなって。何かされたの、うん、その匂いの誰かに。いや、すごいひどく落ち込むねん、俺その匂い嗅ぐと。マジで？別にそれ、そんな嫌な匂いじゃないでよ、もちろん香水の匂いやねんから、うん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 、なんか俺は嫌やねん、その匂いが。なんだろうな、気になるような割り方ですね、これね。ちょっと15分しか取れないんで。はい。